保安林は森林法によって定められた森林の一種。木材生産ではなく、水源の保持、土砂災害の防止、生活環境の向上などの森林が持つ、公益的機能を重視し、機能を発揮することを、一般の森林以上に期待された特別な森林である。保安林は、都道府県知事や農林水産大臣によって、一般の森林の中から指定される。 保安林は森林が持つ公益的機能を発揮することに重点を置く一方で木材生産の場としてはあまり重要視されない。樹木の伐採にあたっては口述のように制限がかけられている。制限の強弱の程度については保安林の種類や状況によって差がある。また保安林を住宅地や工場用地などに安易に転用することにも制限がかけられている。 指定にあたり、森林を構成する、主要樹種、所有の形態などには左右されない。ただし契約終了時に樹木を開発して、売却益を分収するような分収林契約を結んでいる森林において、宅伐や金伐などの伐採条件が厳しい、保安林に指定されてしまうと、当初の契約が遂行できないために、口術のように伐採制限が、 比較的緩い水源管用保安林を除いて、なるべく指定を回避するか、万が一厳しい条件で指定になってしまった場合は、保安林部分を文修林契約地として除外するなどの対策が取られる。様々な目的のために樹木の伐採を控えるということは、昔から行われてきたことが記録に残る。日本では670年代、天武天皇が、 アスカ川上流の水無山周辺を金伐とした記録が残る。この時代、燃料や建材として、木材、木炭を大量に消費する人口が集中する、都市部周辺、同じく大量に消費する産業の周辺、西園では、部分的に森林が荒廃していたと考えられている。荒廃地周辺では、植生も変化し、紅葉樹の過剰利用が続くと、 松類が優先するようになった。集落では、入会地として、ルールを作り共有財産として、森林を使うようになった。江戸時代に入ると前述の要素に加えて、人口増加、都市部への人口集中、たびたび起こった、江戸の火事からの復興のための大量の木材消費、海運の発達により、全国各地から木材を調達可能になったことなどで、 全国的に森林が荒廃した。1660年代幕府は、諸国山川沖手を出し根株まで採取してしまうことを禁止した。これは、土砂災害防止及び治水という公益的機能に重点を置いたものであり、今の保安林制度にも近いものであった。また、各地の藩では、富山と称する、金伐山を設定し、有用樹種の保護と育成に努めた。 江戸時代の森林は相当に荒廃していたと考えられており、各地を描いた浮世絵では、山は松類を主体としたソリンのハゲ山のようなものとして描かれていることが多い。ハゲ山からは土砂が大量に流出し地産地水上の問題を起こしてはいたが、一方で河川によって運搬され、海岸に堆積し砂浜を拡大させたと考えられている。砂浜からは、 強風で砂が内陸に飛ばされることで農地や生活に影響を与えることから防災のための森林造成も行われた。現在の保安林制度が作られたのは明治時代になってからである。保安林において樹木の伐採及び土地の切り盛り、土石の採取、家畜の放牧などを行う場合は規模の大小に関わらず森林の利用者と 都道府県の保安林担当者との間で事前に内容を協議し許可をもらうことが必要になる。ただし、危険期の伐採は協議ではなく森林利用者による一方的な届出でもよく、また緊急性を要する事案などは事後の協議でも良いとされている。指定施行要件とは保安林の伐採の方法及び伐採後の植栽の必要性の有無について定めたもので、 保安林ごとに設定される。収穫して利用する伐採は、海抜、拓抜、金伐の3種類に分けられる。これらとは別に森林内で、生育の悪い個体をまびくための干伐が設定されており、金伐と定められている。保安林でも干伐はできることがある。保安林の拓抜や干伐での伐採限度は、保安林が蓄積している在籍に対しての伐採する。 在籍で表される。かつては、限度の在籍率は20%であったが、2000年代以降35%に、見直される森林が増えてきている。これは日本で徐々に普及が進んでいる、高性能林業機械による伐採を考えた場合に20%では、厳しすぎるからとされている。海抜できる、保安林でも、特定の流域で一度に大面積の森林が、 開抜されてしまうことは、公益的機能の維持に支障をきたすとして、都道府県による規制がある。民有林において、保安林を開抜したい場合は、都道府県が定める年4回の募集期間内に、伐採計画を伐採者と、都道府県担当者で協議し、都道府県は流域ごとに申請されている、開抜面積を把握した上で、伐採許可を出すか判断する。 伐採後の内義の植栽については、義務の場所とそうでない場所がある。制限に反した行為をした場合には、森林法第38条に基づく中止命令、増林命令、復旧命令、植栽命令の都道府県知事の名前で、監督処分を行い、森林法第206条から210条、212条による罰則がある。 作業許可とは指定施業要件とは別に定められる制限である。樹木の伐採売却や土地の売却などに制限がかけられる一方で、保安林に指定されると規制内容に応じて優遇される。立木資産の凍結に対する利子相当分の損失保障を受けられることがある。また、固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税は非課税になる。 相続税 A、贈与税は伐採制限の内容に応じ課税額の3から8割が控除される。一定の条件のもと、保安林維持のために、日本政策金融公庫から長期で定理に融資を得ることができる。林野町及び都道府県などの林業系の部署が、広配置を復旧する、地産事業として建設する各種の構造物は、 保安林の健全な生育を助けるためという名目で建設され、建設場所は荒廃し、機能が低下したと判断される。保安林内に限られる。ただし、構造物建設予定地の荒廃の程度がひどく、森林でないと判断される場合には、地産構造物だけを荒廃地に作り、暫定的に保安施設地区と呼ぶ。保安施設地区は、 将来的に森林が成立したと判断されると保安林へ転換される。例えば、砂防ダムではダムを作ることによって、ダム上流側の渓流の勾配が緩和されて、大差時期が作られる。軽症勾配が緩くなることで、両側斜面も侵食されづらくなり、保安林の生育に適した状態になる。同じように山の斜面に設置される、土留め港、宝枠港、 地滑り防止工、落石防止工、だれ防止工などは、土砂、石、雪の移動による森林の衰退を防ぎ健全な保安林にする、海岸などに設置される、防風柵は、風による、倒伏飛車による埋没から苗木を守り健全な保安林に、するという名目で建設される構造物である。このように土石流、土砂崩れ、地滑り、落石、だれ。 被サ等に対する防災構造物を地産事業として作りたい場合は、構造物の建設予定地周辺を保安林に指定する必要がある。ただし、すべての種類の保安林で地産事業による構造物を作ることができるというわけではなく、森林法第25条における第1号から第11号までに記載されている。 保安林のうち、第1号から第7号までの種類に限られる。このために、第8号から第11号までの保安林において、構造物を作りたい場合には最低限、後輩部分だけでも、第1号から第7号までの保安林と兼ねて、指定する必要がある。保安林の指定は原則として、民有林は都道府県知事、国有林は農林水産大臣が行うが、 に都道府県以上にまたがる河川の流域における三大保安林に関しては、ミニウーリ林であっても、農林水産大臣の権限で行う。ちなみに、下記の解除も同様である。保安林は、所在地で指定され、不動産登記では、地目保安林と記載される。ただし、地盤の一部だけを、保安林とする場合は、地目 山林などとして登記されており、登記簿を見ただけではわからないようになっている。保安林の各種の情報は、都道府県の保安林担当の部署が保安林台帳を作り管理しているため、ある地盤が保安林に該当するかどうかは、都道府県に問い合わせるのが最も早く確実である。ニ有地で新たに森林を保安林に指定したい場合、形式上は、 その所在地の森林を所有する所有者が、都道府県に対し各種申請書を提出し、都道府県ではそれを審査し、指定の可否を判断する。ただし、実際には用意する書類が多いこともあり、森林所有者には、保安林指定への同意書だけを書いてもらって、都道府県の保安林担当者が、各種資料を用意して、 都道府県知事の名前で申請書一式を作り審査に臨むということが多い。前述のように、地産事業を行うためには、該当森林を保安林へ指定することが条件となっていることから、後輩地を地産事業で復旧したい市町村や都道府県の担当者が、森林所有者に状況を説明して同意書を書いてもらうこともある。原則は、 該当地盤一筆を全部保安林に指定することを目指して所有者と交渉する。樹木の伐採や土地の利用に制限がかかることから一筆保安林指定に難色を示す所有者もおり、その場合は分泌後の再申請、もしくは地盤のうちの一部を保安林とすることで妥協することもある。申請書は都道府県の本庁を経て農林水産省で審査を受け、 保安林指定が決まった場合は、官報で告示される。この告示日が保安林指定日となる。告示後しばらくしてから登規模の地目の変更が行われ、登規模上も保安林に変わる。保安林に決まった区域には、保安林の種類が書かれた黄色い四角形の標識や棒状の標柱が建てられるが、かつて指定された場所を中心に、標識、標柱がない区域も、 多数ある。保安林は開発許可を取るのが特に難しい森林であり、一度保安林に指定された森林において保安林の解除は原則としてできない。仮に保安林である森林が山火事や病虫害で壊滅状態になった場合でも法的には無流牧地の保安林として扱われる。森林法上で保安林が解除ができるとされている例は二つある。 一つ目はその保安林が保全対象としているものが消滅した場合、二つ目は公益上の理由で保安林を解除する必要がある場合である。これらの場合は審査の上で解除することができるとされている。校舎の公益上の理由というのは幅広く、道路、ゴルフ場、スキー場、住宅団地、工場、発電所、採石場などへの転用も含まれる。 保安林の解除転用については揉め事になりやすく、しばしば裁判に持ち込まれる。森林法ではなく林野庁からの通知文を根拠に、解除を認めた判例もある業者や自治体から、提出された転用計画、及び現場の保安林の状況と照らし合わせ、現場の保安林を第一休地もしくは第二休地に分類する。第一休地には、地産事業による、 構造物を建設した保安林、地産事業による下刈りや干ばつ等の作業を行ってから一定期間内の保安林、区域のほとんどが休憩者地にある保安林、人家等の保全対象に隣接し効果が期待される保安林などが該当する。また、保安林の解除から開発にあたり一部を保安林として残すことが求められるが、 この際に残す、または開発の代替地として、新規に指定する、保安林部分も第一級地の扱いになる。第二級地は、第一級地以外の保安林とされている。一級、二級のランク付けは転用計画によって異なり、あらかじめ決められているものではない。保安林内の作業許可を数年ごとに延長し続けて、実質的に解除のような状態にするものもある。 保安林の種類は森林法第25条において1号から11号の条文で定められている。ただし5号及び6号の条文で定められる保安林は複数の公益的機能を持っているためこれらを脳の分離させた次の17種類の保安林が認められている。保安林の面積は1300万ヘクタールに達すると され、日本の森林面積2500万ヘクタールの過半数、日本の国土面積3800万ヘクタールの1、3以上に及ぶ。保安林機能強化の一環として、水源林造成事業の実施や、森林法第41条による保安施設事業の実施、特定保安林の指定などがある。保安林には、手入れがなされていないなど健全な状態と言えないものがある。 公益的な働きが低下している保安林については農林水産大臣が森林法第39条の3によって特定保安林に指定して整備を進める。都道府県知事は特定保安林内で早急な施行が必要なものについては要整備森林に指定し地域森林計画を明示する。その後地域森林計画に基づき都道府県知事は 森林所有者等の自発的な施行を勧告する。必要がある場合には、地産事業を実施する。保安林の解除転用、伐採規制などはいずれも行政による許認可であり、行政の判断によって、利害を受ける者から反発を受け、クレームを受けたり時には、行政訴訟に発展する場合もある。また、土砂災害や雪崩から、 命と財産を守る各種の地産構造物を作る、地産事業の根拠ともなっている仕組みであり、不適切な管理や安易な転用によって、大災害を起こしてしまうこともある。以下に、保安林に関する裁判の主な事例を示す。海外にも保安林に類似の制度が存在する。ありがとうございます。